いやー、安倍首相の辞任会見、世界の反応がすごいことになっていますね。世界中に速報が飛び交い、ロイターは記者会見をライブで配信。中国の国営テレビ、中国中央電視台まで生中継していました。そして、新しく入った情報によりますと、安倍首相はトランプ大統領と電話会談を行うようです。しかも、これはトランプさん側からの要望。自民毛量が跋扈する政治の世界で、辞める人に電話をするなんて普通考えられないことです。トランプさんにとって安倍首相はどれだけ重要な人物であるのか。今、この世界に、民主主義諸国にとって、どれほど重要な人物であるのかがよーくわかります。なんだけど、いやー、またまた共同通信がやっちゃいました。しかも、世界中に生配信中に赤っ端。こんにちは、世界のガラバンのエドワードです。にゃー、共同通信さん、頑張ったんですけどね。どこの記者も似たり寄ったりの質問ばかりだった辞任会見。緊張し声が震えていた記者の多いこと。まあ世界中が注目する記者会見だからね、その気持ちもわからないではありません。場の雰囲気も今までとは違った異様な空気が立ち込めていました。幹事社以外は一社一問までの質問。しかしそのルールを守らない記者たち、他者に負けない言葉を首相から引き出したかったのでしょうが、いやー、やっぱ共同通信さん、他者とは次元が違います。共同通信の吉浦です。よろしくお願いします。外交問題についてお伺いします。今しがた総理も、北朝鮮による拉致問題、日露平和条約交渉、結果が出せなかったこと痛恨の極みだとおっしゃいましたけれども、第一次内閣合わせて8年8ヶ月の間に、この解決できなかったことについて、これまでのやり方で何か振り返って反省すべき点はなかったでしょうか。また次の政権に向けて、こうしたアプローチをが望ましいですとか期待することについて改めてお伺いします。もう一点、今日の会見でいつも使われているプロンプターを使用されていないですけれども、これはどういったお気持ちでこういった形で会見に臨まれたんでしょうか。吉田さん、すいません、多くの方待ってますので、どの質問を総理にお伺いされたい。じゃあ、いいです、いいです。プランプターはですね、これは世界でいろんな指導者が使っているものでありまして、私も使ってまいりましたが、今日はこのギリギリまでですね、こう原稿が決まってなかったということもあり、私も遂行しておりましたので、こうした形になりました。で、いや、さすが世界に名だたる共同通信、これには私も気がつかなかった。一社につき一つの質問というルールを無視し、三問も質問、そしてその3問目がプロンプター。いやー、これは当日その場にいないとわからないことなので、事前に用意していた質問でないのは明確。何か良い質問はないか。他者が思いつかない、世界中があっと驚くような質問はないかって考えに考えた挙句、プロンプターがない、これなら誰も思いつかないぞって思ったんでしょうかね。いやー、でも辞任と関連づけるなんて、なんと素晴らしい想像力なんでしょう。この記者会見、同時通訳で世界中にライブ中継されてたのにね。これじゃあ会社が赤字になるのも当然です。2028年度までに全社員のおよそ5分の1に当たる300人のリストラを決めた共同通信。この調子でいけば300人で済むのでしょうか。